ニュージーンズがニュージーンズの母ことみージ人前代表を公開的に支持した関連最後だと思うのでニュージーンズによるコメント詳細8日ニュージーンズは京セラドーム大阪で開かれた2 0 2 4ザファクトミュージックアワーズで今年のアーティスト賞をはじめワールドワイドアイコン賞ワールドベストパフォーマー賞人気賞などを受賞し4巻の栄誉を手にした 受賞のためにステージに上がったメンバーのダニエルは、このステージに立つために本当に多くの方々が協力してくれました。素敵なスタッフの方々、パフォーマンスディレクターの方々、そして何よりもバニーズ、ファンの名称、本当にありがとうございますと感想を述べた。続いて彼女は、私たちをいつも大事にして守ってくれた民肥人代表、本当に愛しています。ありがとうございますと付け加え、 民ー人前代表への感謝の気持ちを伝えた。また、感想を締めくくる瞬間、ヘインは再びマイクを握り、最後だと思うので、言わせていただきます。代表、本当に本当にありがとうございます。本当に愛していますと再び民ー人前代表に言及して注目を集めた。先月27日、アドアは取締役会で民ー人を代表職から解任し、 アドアのキム・ジュヨン社内取締役を新代表取締役に選任した。ミー・ヒジン前代表はアドアの社内取締役をそのまま維持し、ニュージーンズのプロデュースも継続すると発表した。これに関連し、ミー・ヒジン前代表は一方的な解任決議だと主張したが、アドアは案件の通知から評決の処理まですべて商法と定款にある手続きに沿って適法に行われたと反論した。 これを受け最近、ニュージーンズのメンバーたちはコミュニケーションプラットフォームホニングを通じて不安な心境を率直に打ち明けた。民事は暑さに勝てず早く夏が終わってほしいと思っていたけれど、空が高くなって秋の訪れを感じたら気持ちが落ち着かない。こんなことがあった、あんなことがあったと全部話してあげたいのに、それができなくてもう一週間、し 心配して慰めてくれるバニーズ、ファンの名称に大丈夫と伝えたかったけれど、今回は自信がないと綴った。何も解決できなくて、あまりにももどかしかったと訴えた彼女は、これを書いている今も、昨日と同じで私にできることはなく、まともに解決されたことが一つもない。いつまでこのような不安な日々が続くかわからないし、このような話をするのも利己的かもしれないけれど、 バニーズと私たちがこれ以上、大変な時間を過ごすことは願っていないと心配するファンを慰めた。同日、ダニエルも、バニーズたちも心配して混乱したはず。とし、代表が解任されて色々と大変で悩みが多くなった。しばらくの間少しメンタルが崩壊状態で、とても不安だった。一日もファンのことを思わなかった日はない。 いつもバニーズに明るく幸せな姿だけを見せたかったのに。それでも私たちはいつもファンの皆さんのことを思って、感謝していることを忘れないでほしいと呼びかけた。